昨日もちょっとね寄った IKEA のブースですけど、うん、この辺のゲーミングチェアもまあグッズといえばグッズで、すごいですね。すごいですね、このゲーミングチェアとこのなんかテーブルもすごい特徴的な感じで、はい、こちらがあの10月からの新製品になりまして、あの電動で上下昇降できるのなんです。で下は72センチからマックスで120センチまで上行きますので、立って作業したい方でもバッチリです。そうですね、今流行ってますもんね、立って作業するって。そうですね、うん、はい。もう本当リフレッシュしたいときは立ってして、あの座りたいときは自分の好きな高さにできますし、あとここで登録もできますので、何人かで使ったりとか自分の好きないくつかの登録もできます。で、あのデスクの、大きさが横が1800ありますので、もうダブルモニターもこういう大きなモニターでも使っていただけますので、本当にダイニングテーブルぐらいの大きさになってます。注目なのがこの椅子になります、はいはいはい、これあのお値段まだつけてないんですけど、実はあの日本未発売で1月からの新製品になってまして、日本ではもうここしか今お試しいただけないので、はい、よかったらぜひ。すごい深いですね、思ってたより。そうですね、あのしっかり体をサポートするような感じの作りになってまして、あの首元もしっかりこう調節ができるこう感じでフィットできるような感じになってます。はい、であと次の特徴としてはこの手のところで、あの高さがこう変えられるのと、あと上下、あ前後と、あと甲も変えていただけるので、肘に合わせていろいろ調節ができるようになっています。あと一つ調整ができるところがあの背中部分でして、この高さをこういう感じでこう低めと高めっていう感じでこう高く変えていけますので、フィット感、首と手と背中とバッチリになります。なんかすごいイメージシンプルだったんです。すごい可動域多いというか、いろいろできますね。あ、これいいね。あ、またイメージがガラッと変わって、さっきは本当にコアゲーマーって感じだったけど、もう少しカジュアルな人も楽しめそうな雰囲気ですね。こちらがデスクなんですけれども、はい、あの値段はすごく自信があります。でサイズも横が1600ありまして、しっかりあのダブルモニターでも大きなモニターでも置いていただけるのと、あと特徴としてはここの、あのメッシュになってますので、熱がこもらないようにあのなってます。これ今高さを低めに設定してますけれども、組み立ての時に変えられまして、ここにメモリついてますので、はい、それで組み立てで好きなところの高さに変えていただける感じになってます。素朴な疑問なんですけど、今年かけなんかそのゲーミング系のこの家具っていうのにすごく IKEA さん力入れてるじゃないですか。こっちの方にこう出だした理由というかって何かあるんですかね。そうですね、今まであのゲーム環境にか、はい、あのゲーマーの方たくさんいらっしゃるのはあの知ってたんですけれども、でもその中であのこうお部屋でどういうふうにゲーム環境を改善するかっていうのでなかなかサポートできなかったんですけれども、こうやってあの新しい商品を開発することで、あの総合的にお家の中でもゲーム環境を整えていただけるような感じであの開発をしてます。よかったですね。いやちょっと僕そろそろなんか、はい、言ってたじゃないですか、ライフスタイルを変えなきゃいけないなと思いました、はい。